小型オートバイ用の CDI モジュールキャパシタ、ディスチャージドイグニッションとは、コンデンサからの放電を利用した、電子制御式点火装置である。キャパシタディスチャージイグニッションの当時号をとって、CDI と略されることが多い。よく CDI 点火とも言われるが、CDI の日本語訳は、容量放電点火であり、CDI 点火を直訳すると、容量放電点火点火になってしまうので注意が、 必要。CDI は、イグニッションコイルへ供給する一時電圧を、コンデンサによる放電で発生させる。コンデンサへは、小型の変圧器を使って蓄電され、多くの場合は、約4 0 0トの電圧がかけられ、蓄えられるエネルギー量は、約50メートル J となる。CDI の回路にはサイリスタが組み込まれており、点火時期にはサイリスタにトリガ電流が流されて、 点火コイルへと放電する。機械的な作動機構がなく、一時電圧に高いエネルギーを与えられることから二次電圧が高く、安定した火花をプラグで発生することができる。CDI は電源が交流化直流化により2種類に分類される。CDI は効率が浴小電力でも機能するため小型のエンジンに向いており、草刈り機やチェーン層、 小型のハム用エンジン、かつては一部の自動車やレシプロ機関の航空機等でも利用された。さらに原動機付き自転車など小型のオートバイでも広く使用されていたが、現在では排ガス規制に有利なことからトランジスタ添加に移行している。また、ピーク電圧が高くプラグオソンに強いため、ニストロークエンジンは CDI 式が一般的であった。 CDI は1950年代に他の様々な形式の電子制御式点火装置の研究開発の中で開発された。CDI による点火装置を世界で最初に採用したオートバイは1969年の川崎マッハであった。1960年代の終わりまでには米国政府は自国で販売される来年期間に厳しい肺ガス規制を課した。 その結果、ますます多くの電子制御式点火装置が開発され、1970年代からは CDI はホンダ株なども含めたほぼ全ての小型エンジンにおいて従来のコンタクトブレーカーを置き換えるために CDI が採用された。50cc のオートバイの純正 CDI ユニットには、放機上時速 60km 以上の速度が出ないように回転リミッターが設けられているものが多い。 またオートバイスターターの制御回路などが内蔵されているものもある。長い電子や和光テクニカルなどの点火装置メーカーは自動車向けの後付け CDI を独自に販売していることがある。これは主にポイント式やセミトラ式ディストリビューターなどを用いた旧車の点火装置強化のために用いられるもので、純正ディストリビューターは電圧増幅に使用する。 内部接点を除去して、配電機能のみを受け持たせ、コンデンサへの電流断続機能は純正イグナイターに分担させることにより、従来の点火システムを大きく変更することなく、点火装置全体の性能強化と信頼性向上が行える。他に誰かのシンクロスパークがある。ミタムセンは製品の回路図を公開し、部品の個別販売もしていたこともある。 機能を電圧増幅機能と放電機能に絞り込んでいる分、通常の CDI よりもはるかに大きなコンデンサや複雑な点火アルゴリズムを持った点火回路を備えていることが多く、イグニッションコイルもその CDI 専用の強力なものが用いられることが多い。社外 CDI を販売するメーカーが設定している高級な同時点火式 CDI になるとディストリビューターを カム角検出機構のみを残して除去してしまい、CDI 本体が配電を行うシステムを構築することができる。AB Application Note,、イグニッションコルスアプリケーションノート。マクラレンエレクトロニックシステムズ2014年2月6日、閲覧。AB、イグニッションセオリーエクスプレインド、アイスイグニッション。ザイスグループ対リミテッド2014年2月13日、閲覧。 バイク用語辞典。ヤマハ発動機株式会社。2014年2月13日閲覧。イントロダクションツーキャパシタディスチャージイグニッション。ジルインストゥルメンツリミテッド。2014年2月13日閲覧。ありがとうございます。